はい、どうも、いつもご視聴いただきありがとうございます。サックス奏者の黒田正幸です。今日はね、半音階クロマチックスケールですね。で、これについてちょっとお話をしていきたいと思います。で、半音階ってね、ごくごく初期にやっていただくんですけども、一つ難しいなと思うのはギターとかピアノに比べて、やっぱりちょっとね、難しいです。っていうのは、目で見て隣に並んでないですよね。指がやっぱりややこしい。で、かといって、やっぱりその、ドレミファソラシドというこの超音階とかね、そういうのだけではやっぱりその曲はできてないので、そんなに世の中甘くない。で、あと、ジャズ的なリックをね、吹こうとすると、どうしてもこの半音階が多用されます。というわけで、このクロマチックスケールというのをね、吹けるようにするのが、第一難関かなと思ってます。時間をかければみんなできるんですけど、よくよく見かけるのが、順番にやるんだけど、そのチャートを見ないでやろうとすると、1個飛ばしたのに気がつかないで先行っちゃう。で、いうことがあって、で、どうしたらそういうのが防げるかなというので考えてみました。よいしょ。今日もね、このソプラノサックスを使ってやっていこうと思います。今日の、マウスピースは、ブランチャー B21。自分でリペースをしたものになります。で、ところどころ、一筆書きで、その休みを入れずにクロマチックで吹こうとすると結構大変なんですよ、これ。吹いてみますね。こうなるんですけど、一番低い C のフラットから、一番上のファのシャープまでちょっとかすれていなかったけど、順番に吹いていくとこういうふうになるんですよ。で、最終的にはこれがね、いつでもどんな形でもできるようにしたいなというのがあるんですけど、ここにいきなり行こうとすると、まず長いので途中で息吸わないといけないので。いい加減って言ったら、出来がやっぱ良くないんですよね。で、チェックポイントを設けていけばどうかなと思うんですよ。で、どういうふうにしたらいいかっていうと、僕が今、おすすめしてるのは、ちょっとずつ区切るやり方。で、チェックポイントは、もう先言っちゃいましたね。低い方の C のフラット。だから、レ、ファシャープ。C のフラット、オクターブキーを押したレ、ファシャープ、C のフラット、そしてパームキーのレ、そして最高音ファのシャープ。これ全部等間隔に並んでるんですよ。で、鍵盤にしてしまうと、いいんだけど、とりあえず、楽譜で書くよりも図解があれば分かりやすいかと思うんだけど、聞いたら分かるかなと思うのでやってみますね。こんな風に、タティとティータだから5つね。5つ吹いたら、で、落ち着いてまた5つ吹く。これを繰り返していくと、これをやっていただく段階の生徒さんには、別に、覚えて
てもらう必要ないんだけども、これ超3度という、インターバルになります。超3度ずつ上がっていくとオーギュメンテッドコードという、ね、コードになります。まあこういうコードになる。だからそこはもういいので、今覚える必要ないので、同じことを、まあ、何回か繰り返していけば一番低い音から一番高い音まで出せるんですよと、ね、で、ま、毎回毎回こう息吸いましょうというのと、これをやっていくと、まあ1個抜けましたねっていうのが気づく。タディトディタって言った時に1個飛ばしていっちゃうと、あれ違う音になっちゃったっていうのになるので、シのフラット、ファのシャープ、なんだっけ、レ。この必ずこの3つのうちのどれかで伸びるというふうに、覚えておけば、これで、まあ、間違いなくクロマチックスケールが網羅できますよというところの話と、あとクロマチックスケール、この半音階を覚えていただきたい生徒さん、その段階の生徒さんにとってみると、一番低いシのフラットがもうすでにもう最初からそれ出してても難しいんですよ。ね。極端に、まあ、一番高い音と一番低い音ってやっぱり難しいですから。で、最初から無理して吹く必要ない。で、真ん中のあたりの音だったら簡単に出せるでしょうということで、まあ、どこからでもいいんだけども、さっき言った3つのポイントのどこから、真ん中でどこからやっていけばいいと思うので、じゃあ、ちょっと初心者の方向けのエクササイズでやってみましょう。初心者のうちはもうこれでいいと僕思うので、指が覚えられて、あとまあまあ僕のレッスンの中でね、最低音も最高音も、まあ無理なく吹けるようになったら、最初に吹いたような一筆書きでバーッと上がって下がってというふうにやっていけばいいと思いますので、無理しないでいいですね。で、少しずつ区切ればいいんだよということで、これはね、将来的にもっと難しいものをやろうとした場合でも同じことが言えて、いっぺんに全部やるからおかしくなるんであって、ちょっとずつやればいいんですよ別に。なので今日はここまでとかね、楽譜にもうカッコ書いてしまって、今の段階ではここまでやるっていうふうに、もうまあまあまあチェックポイントを作る、これはね、まあ一つの工夫ですよね。ね、上級者になってくると、上級者っていうかまあまああれなんですけど、それなりに吹けるようになってきた方によく見られる、やってないなって思っちゃうところというね、もう一つありまして、まあだからここまでは初心者向きの内容、ここから先はちょっとアドバンスの話になるんですけど、スケール練習でも何でもそうなんですよ。何でもそうなんだけど、みんなね、ラリロリロリララー終わりなんですよ。それじゃあやっぱりね、使えない。だってその先も音はあるんだし、で、実際演奏しててラリロラリロラーンって終わるなんてことはないんですよ。なので、帰ってこないとダメ。なので、帰るときに区切りを設けない。まあ、半音階を、例にとってやってみましょう。何が言いたいかやってみますね。
ました。この5つで区切ってましたよね、最初ね。2つずつ行ってるんですよ。で、まあまあ、最初のうちはそれは1個ずつでもいいんだけど、1ブロックずつでもいいんだけど、2ブロックぐらいにしてもいいし、だんだん伸ばしていってもいいし。で、一番の特徴は、上、ファのシャープまで行った時とか、まあ、必ず折り返しをしてるんだ。ね。で、しかもそこに休符を入れない。ブレスを入れない。ラリロラリロリリラリロラリロリロ。ね、これはクロマチックに限らず、なんとかスケールってね、いろんなスケールありますから、こういうの練習するときに、まあよく抜けてるなーって思うのは、ラリルラリロリラーっていう練習に終わってると。で、まず降りてくるところ練習してない、ラリルラリロリロリっていうのをやってない。で、ラリルラリロリ、それやってるとしても、今度は別々に練習してるから別のものになってるのね。じゃなくて、ラリルラリルラリラリルラリルラリロ、こういうような練習をあんまりされてないな。で、その上限まで行って帰ってくる、下限まで行って折り返してくるね。この2つはやっぱりいると思いますね。なので、サックスという楽器は音域がそんなに広くない、2オクターブ半しかないね。なので、縦横無尽にこれをね、使えるようにしたいんですよね。で、これはまあ音域広くてもまあ一緒っちゃ一緒だけども、こういう練習方法を、まあ、日々のトレーニングに取り入れてはいかがでしょうかと、というのを、まあまあ、プレイヤー視点、あるいはその、まあまあ、インストラクターとして日々感じていることを、ちょっと、お話ししてみましたね。というわけで、この、まあまあ、折り返しの練習自体は、本当に、まず第一段階としてやっておくべきだと僕は思うし、あるいは降りてくるときは別のスケールっていうのもいいと思います。だから練習したい、この曲できるようになりたいって思う曲書いて、曲書いてというか、曲のそのコード進行書いて、で、必ずみんなね、ルートから吹き始めるんですね。 G ドリアンっていう書いてあったら G から吹くんですよ。じゃなくて途中から吹いていいんですよ、別に。で、次の小節に行った時に、じゃあ G ドリアン、C のミクソリディアンになった時にシームレスにそれがつながるとかね。次、まあ、もしかしたらそのミクソリディアンじゃなくって、次の C7 は、C のオルターとかもしれない。で、そしたらそれにシームレスにつなげていくっていうような練習もやってみてはどうかなと思います。でないとね、結局その音楽にならないんですよ、つながらないんですよ。なので、あ、この音から吹き始めればこうなるんだっていう考慮が抜けてるんですよね。で、このあたり勉強しようと思うと、ビバップスケールとかよく言われるんですけども、まあ、そういったものとかも一緒に勉強してもいいかなと思いますが、そうするとちょっと動画が長くなるので、ちょっと置いときましょう、その辺をね。とりあえず、クロマチックをものにするには、まあ、簡単にね、簡単にするには、ちょっとずつ区切ればいいんじゃないですか。ということで、一つご提示したのと、ちょっとアドバンス、まあ、上級者向けということで、折り返しっていうのは皆さんちゃんとやってますかね、折り返し結構重要ですよと、いったところを、お話しさせていただきました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。もし、動画が気に入ったらチャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。